夜間の外出自粛などより強い対策を政府に求めるとみられま,すまた、GoTo トラベルについてステージ3相当と判断された地域を一時的に除外することや感染が拡大している地域とそれ以外の地域では人の行き来をなるべく控えることなどが議論され提言としてまとめられます。